っとと済ますぞ。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃん。マイ命がいらないようだな。呪い、聖夜、効果的呪い、聖夜、効果的その聖夜、効果的聖夜、そこよピエレンス、そこよピエレンス、邪魔よ、捕らえられない、そこよピエレンス、切り捨てごめん。これが門を開ける仕掛け。一つ目のだ。開門は巨大な2枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に2つある。なるほどな。よし、もう一つの仕掛けを探すわよ。死神が相手だ。ゼッチョコヤピエレイケス、ゼッチョコヤピエレイケス、そこをどけ、ゼッチョコヤピエレイケス、そこをどけ、スイヤ効果的、スイヤ呪い、スイヤ呪い、スイヤ呪い、邪魔よ。楽な戦いばかりじゃ修行。話にならねえ。呪い、そこにピエレイケス、ゼッそこよピエレイケス、ゼッそこよピエレイケス、そこだそこだ、クライミングス、ほらこいつはどうだ、ゼッそこよピエレイケス、捕らえられない、芝居だ、ゼッそこピエレイケス、こいつはどうだ。片付いたみたいね。行くわよ。刀の錆にしてやるぜ。ゼッそこよ、こいつはどうだ、呪い、スイヤピエレイケス、ゼッそこよ、捕らえられない、捕らえられない、ゼッそこよピエレイケス、リストステッチ、次だ、リンチ、呪い、スイヤ、そこをどけ、スイヤ、そこをどけ、呪い、その力興味があるな。人に勧める気はない。早々に肩を捨てる、ピエレイケス、敵退散、ゼッそこよピエレイケス、ピエレイケス、ゼッそこよピエレイケス、好きにさせ、ゼッそこよピエレイケス、次、ほら
こいつはどうだ。そこよ、捕らえられまい。そこよ、ディエンリンク。リッチ、リンゴ、全力で。命がいらないよ。おい、セイヤー効果陣。おろい、しまった。おろい、セイヤー効果陣。ミフル、おろい、弱セイヤー効果陣。大したことなかったわね。すぐに済ませるわよ。そこよ、遠慮客。好きにさせん。やれやれね。とっとと済ますぞ。無敵かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。これで全開。バンエルティア号と合流する。船着き場に降りるぞ。好きにはさせんぜ。ここはわしの。逃がしはしない。ゲットボリガード。
ス呪い。ブリッドステップ。捉えられない。数人君呪い。クリア。効果陣エイの方。捉えられない。クリア。数人君効果陣クリア。数人君どうだ。3の方そこだ。捉えられない。クリア。効果陣船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おそれしかないでしょ。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても。俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。済むかな。死神に保証してほしい。セイ、ちょっと何を。お見事。まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい。そんなに大事なの。貸せ。進路を出す。なら、お前が羅針盤を見ろ。うん。ただし、読み間違えたらサメの餌にするからな。
かりね。あの、ライフィセットって？名前よ、あんたの。僕の名前、ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るうほどじゃないがな。海峡を抜けるぞ、進路を取れ、ライフセット。うん、進路はローグレス。いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったのう、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの？海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分、ノースガンドリオの流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたと。タイマ氏が管理する監獄島だな。わかった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるそうで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り？最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ、アイフリードはそこにはいない。なぜそれを？私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老、いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの？うん、王都のローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところで、お前たちの船だがな、あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして、勝手に乗ってきたものだし。探索船って？探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。
アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電書帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。探索船バツビオ。成果を確認してくれ。あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか進行路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。風も潮も絶好なのに船を出せないなんて。なんでだ？出航すればいいだろ。いいわけあるか。船領の公開許可が下りてないんだから。許可がいるのか？国は船舶の航路と出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガント王国は複数の大地領で成り立ってる。そして領を行き来する方法は船しかない。船を抑えれば人や物、情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実奴らはボーティガンなんてものまで作りやがった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る。そしてゴーマに対抗できるのはタイマシ様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に船乗りが従うものがあってたまるか。
なあ、カニの凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足はごつい10本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自節って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自節させれば。そうなんだよ兄弟、収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。なるほど。トカゲの尻尾だけだと思っていたが、カニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？それは知らん。そんなわけないでしょ。ご存知ですか？マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小舟を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を打ってしかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。つまり今海を自由に渡れる船はバンゲルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょ。逆目に張って儲けてこそ商売は面白い。妙なやつだな。だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるの？どこかの沖に極悪人を閉じ込めた監獄島があるって聞いたけど信じられないよな。本当よ。そこにはゴーマが大量に捕まってるって噂で。事実だな。脱出できた者は一人もいないって話だけど。それは嘘じゃな。現にわしらはここにおるし。まさかお前たちは。余計なことを話すな。さもないと監獄島の囚人よりひどい目に遭うぞ。あ、はい。僕は何も見てません。
Thank you.
報告、偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に攻守警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。王都の近くでもゴーマが暴れてるなんて、星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、攻守警戒ゴーマってなんだ。星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おう、手強そうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただでは済まんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると星稜の警備が強まるわ。アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。
メルキオルっていう特等大魔士が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ。連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの、どの棒に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば、愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。清涼がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、清涼の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。清涼には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない。あの男は自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。お前なんでまた戻ってきたんだ。主らが寂しがるかと思っての。全然寂しくないけど。裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった。取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。あいにくとわしの魔法は二人三脚方式での。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃの。そいつの他に仲間はいないのか。はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか。ないの。魔法の他にやりたいことはないのか。ないの。あ、どうした、ライフセット。うん、マギルーの話聞いてたらなんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女を、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ。相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ。そういう目でわしを見るでない。ではでは、改めてローグレスへ。あん、あんたも来るの。いざ参る。好きにさせん。そこだ。連撃してくれるぞ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。芝居だ。勝負ありだな。死神が相手だ。こいつはどうだ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘム。次はドイツだ。フージックス。そこよ。フージックス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 。
いつはどうだ。容赦も情けも一切かけない。命がいらないようだな。逃がすか。スプリントステップ話にならない。油断は禁物だぞ。さあ、先に進もうぜ。いざ、参る。そこや。捕らえられない。ここだ。食らい尽くす。とどめ、ブレイキング。邪魔よ。そこや。クーはでしょ。そこだ。食らい尽くす。クーは超衝撃。ここだ。食らい尽くす。捕らえられない。これが死神。効果的。ここだ。食らい尽くす。大したことなかったわね。死神が相手だ。行くぜ。そこや。闘技客。そこだ。クライブクス。行くぜ。闘技客。そこだ。クライブクス。闘技客。フェイクステップ。これが死神の力だ。死にさせ。そこや。闘技客。そこだ。クライブクス。闘技客。ずいぶん。一気に片付ける。そこや。闘銀客。そこだ。食らい尽くす。闘銀客。そこね。スカーレットウィッチ。ぜんそこや。ぜんそこや。闘銀客。そこだ。食らい尽くす。ピエレイケル。せいや。スカーレットウィッチ。片付いたみたい。行くわよ。成果を確認してくれ。美味しそうなレシピが見つかったよ。探索船バツビオ。あの壁すごく大きい。この国の王都ローグルスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか、大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがのう。王家も聖領の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえわかればそれでいい。一気に片付ける。
捕らえられまいよ。生きられるぞ。生きられるぞ。死なれるぞ。死なれるぞ。そこに食らいつくぜ。大したことなかったわね。そこだ。食らいつくぜ。話にならないわね。死神が相手だ。そこよ。草原客。そこ草原客。そこだ。草原客。草原客。こいつはどうだ。そこよ。草原客。とどめ。スカーレットエッジ。そこよ。消えない傷。容赦しない。消えない傷を刻んで走ろう。リーサルフェイン。その程度で逃がすかよ。そこよ。消えない傷。そこだ。くらい傷。邪魔よ。そこよ。そこよ。捕らえられない。とどめ。捕らえられない。その力興味があるな。人に勧める気はないわ。検問。全員を調べるものじゃない。自然に交わすぞ。顔硬いぞ。分かってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした。清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師。いかにも。ご覧の通りクセ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。たかにはその通り。いやはや我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポポ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供騙しは今回限りポッパー。怖い怖いポッポ。あとすごかった。その子供騙しで入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。
民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット。聖領の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、聖領ってのはどういう組織なんだ？嘆かわしい。そんなことも知らんのか。聖領とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王様が教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が？国王はどうしたの？王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。ほん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。お話まだ？大麻師様来るんだよね？きっとね。聖領のことで大事な発表があるって噂だから。私大麻師様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないから。そうかい。むしろ皆大麻師が自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるがの。
ミッドガンド聖堂王国
第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当てて行かんとする地に奇跡の剣を持ち、あそこ立つものがあった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう。アルトリウス・コールブランドである。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たる頼み主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部。アルトリウスの偉大なる功績と献身をたたえ、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと。意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら、揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志。これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのに、あいつを殺すために。アルトリウス様、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあの、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう、
奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつけ。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがあるの？とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。お腹からすごい音がした。あの式典、同志のお披露目の場だけあって、タイマシ軍団勢ぞろいだったな。お前が追ってる奴はいたのか？いや、ああいう場にすまし顔で並ぶ奴じゃない。星稜の上位タイマシなんだろ？あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか？あいつは昔大怪我を負って、利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より殺気を微塵も感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく俺もあいつを切りたくなってきたぜ。救世主、まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。同志アルトリウス様がいれば、きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。同志アルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生息の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた。民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが、神様だろうが、野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー、じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは聖領の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを？闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか？ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？
御用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと根が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持って行って。偽造だけどまず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそんなのって言ったでしょ。そっちの力はよく分かった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等大魔師メルキオールも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと？笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃはぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか。さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか。お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか。裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。
探索船。優しそうな顔してしたたかなばあさんだな。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも。うん、それもそうだ。これは請負仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。いや、同志の式典は良かったな。アルトリウス様の演説はもちろん素晴らしかったが、パーシバル殿下もご立派だった。民と国のためにアルトリウス様を立て、ご自分は一歩引かれる。その度量こそ王の器だ。そうか。なんだか弱そうなやつだったが。一見そう見えるが、真の強いお方だよ。幼い頃から黙々と学問と公務をこなされてきたんだ。唯一の趣味といえば鷹狩りくらいのものだが、おかわいそうに。それも随分ご無沙汰だな。随分肩入れするのね。そりゃあな。ここだけの話、弟が二人おられるんだが、どちらも出来が良くない上に悪い取り巻きがついてる。パーシバル殿下に万一のことがあったら、王国の未来は真っ暗なんだ。なるほど、期待は兄貴にかかってるんだな。期待の王子様は王国の弱点でもあるわけね。
ギデオン大司祭は長い間信仰と教会に尽くしてこられた徳の高いお方です。今は聖職者の代表として聖領への支援を進めていらっしゃいます。ふーん、人格者なのね。ええ、以前から個人的にも孤児院や医療団を支援されていたほどです。ですから安心してください。あなた方のような怪しげな風体の方々にも差別をせず祈りを捧げてくださりますよ。そうか、かたじけない。ありがたくて涙が出るわね。けしからん。なぜ聖領は酒場を規制しないんだ。贅沢と逃避と誘惑を撒き散らす悪の巣窟、断固取り締まるべきだ。取り締まられちゃ困る。あそこは最高にうまい神水を扱ってるからな。いや、それこそ大人を惑わし、ダメな人間を生む悪のいざない。灰を重ねるほど嬉し楽しく、いろいろどうでもよくなってしまうぞ。麻婆カレーも美味しいよ。いやいや、子供も誘惑されている。麻婆とカレーを一緒に食すなんて贅沢にも程がある。今必要なのは質素倹約、自制と自制。あんたが我慢したいなら勝手にしなさい。けどそれを人に押し付けないで。生きるために食べて、食べるために生きるのが人間でしょ。ベルベット、お前が言うと説得力があるな。ほっといて。僕だって好きなだけ飲んだり食べたりしたい。けどそれじゃあ動物と同じじゃないか。この時代を乗り切るには理性で生きる人間にならなきゃいけないんだよ。大深き罪人よ、懺悔なさい。懺悔？私に言ってるの？はい、その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんのよ。このように私を含め人は大深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は沈められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら。いや、その懺悔の前に聖領に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖領の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。ありがたや、ありがたや、アルトリウス様のおかげで皆聖主様への信仰を取り戻した。これできっと世界は救われる。聖主、世界を作ったっていう神様か。うん、治水化風を司る四聖主。聖主信仰は人間の最も古い宗教で、本で読んだ。
聖領が所属するミッドガンド教会も聖主を祀っていた。最も豊かな時代が続いたせいで純粋な信仰はほとんど消えかけていたがな。なのにゴーマ病のせいで忘れてた神様にすがりたくなったわけか。アルトリウスは民衆を操るために信仰を利用したと見るべきか。聖主様、どうしアルトリウス様にお力をお貸しください。そして哀れな人間にお救いを。もしそうなら企みは成功しているようね。さすがは王都の大聖堂、大したもんだな。うん、すごい。うん、噂通り精霊術ではなく人間の最新技術で築かれているようだな。立体装飾と力学的合理性を両立させたアーチ構造が見事だ。ここに聖主とやらが祀られてるの？いや、とてもそうは思えん。長らく聖主信仰は形骸化していた。この大聖堂も信仰のためではなく王国の大陸統一を記念して建てられたと聞いている。つまり権力を示すのが目的か。なるほど、そりゃ豪華に作るはずだ。驚くのは早い。ここはただの入り口、しかもまだ未完成だ。この奥に巨大な神殿を建築中で、完成するのは数百年後の予定らしい。そんな計画でいいのか？気長すぎるだろう。わからん。なぜか人間は時々こういう突き抜けたことをする。だよな。死神とゴーマに呆れられるなんて大聖堂のありがたみゼロね。神殿、どんなのかな。って言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れてゴーマを蹴散らし、大麻師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。ああ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。こんにちは、マギル奇術団さん。うちの依頼を受けるなんてあなたたちかなりやるようね。決死鳥か。何の用？公主警戒ゴーマって知ってる？聖領が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？
清涼に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。公主くらい強力なゴーマになると清涼は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より公主が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、公主になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど、そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる警視庁の仲間が公主警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。公主を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど約束はしないわ。それでいいわ。警視庁は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印に。警視庁さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで公主を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。公主警戒ゴーマは清涼が戦いを避けるほどの相手、舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。ああ、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。ライフィセット。何？ろくろ。麻婆カレー。え？お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて時々ピリッとしてふわっとして、食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水だ。主じゃなく好きなのは？神水だけじゃダメか？ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ、さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は神水のみなのに甘いものも好きなのか。おう、どっちも好きだがダメか。いや、芋けんぴ食べてみたいな。あ、恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠よ。うん。
よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。知ってるか、星稜は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも古い遺跡があった山の中にでっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら一匹でも多くゴーマぶっ殺せってんだ。いいの、そんなこと言って。へっ、俺は同志をあがめて現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。赤い箱、これを壊せばいいのね。ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やして、ライフセット。うん。依頼達成、撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたはと、涙目の一等大魔士エレノア・ヒュームです。今度は逃がしません。コンビには済まないか。くらえ、どうや、精霊なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして、どうして壊せるのですか？人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでくよ。かかってこいでく。そうでくか。見つけてぞ。このバッドな奥へは裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄に使え。出た。こら、戦いなさい。おい、煙が上がってないか。本当だ、火事だぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放せ、魔女ざらい。大魔様、これは一体。ああ、ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。あ、はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。Thank you.
なんとか逃げ切れたな。よいよいよいよ、無念じゃよ。せっかくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。意味が分からん。分からん。いいの、分かったら困るわ。さてと、ローグレスに報告に戻るわよ。エレノアという大魔師と何か因縁があるのか？ノースガンドで初めて会った時にあいつが泣いてたのをベルベットが茶化したんだ。涙目大魔師ってな。大魔師がなぜ泣く？善を守るためには子の犠牲も良しとするアルトリウスの断りに後ろめたさを感じたんでしょ。アマちゃんなのよ。それであれだけやれるのか。一等大魔師の肩書きは伊達じゃないようだな。油断はするなという話だ。ところでマギルーが追っかけてたビエンフーとかいうのは本当に精霊なのか？俺たちとは異なる種族だが精霊だ。ならマギルーは大魔師ってことか。魔女とか魔法使いって言ってたのは何だったんだ？監獄島に捕まってたことを考えれば精霊から弾き出されたやつなのかもね。あるいはただのペテン師か。そうね、大魔師じゃなくてもあの妙な精霊がいれば奇術ごっこくらいはできる。エリノア様はビエンフが守るデフよ。かかってこいデフだもんな。お、笑った。あ、ごめんなさい。なんで謝るんだよ。ビエンフが面白かったんだろう。ん、笑いたいときは笑えばいいんでふそんなにおかしいならお前もやってみろ。ほら、僕はライフィセットでふ。あ、うん、僕はライフィセットで。やめなさい。なんでだよ。ほら、人が見てる。目立つのは困る。あ、ごめんなさい。まったく余裕のないやつだな。ライフセット、あとで二人でやってみような。オートに来てよくわかった。清涼、そして同志アルトリウスは思っていた以上に支配力を増しているな。王国そのものって感じだな。何より民衆の支持が圧倒的だ。人類の救世主、同志様か。さらに気になるのは、アルトリウスが聖主カノヌシの加護をもたらすと言っていたことだ。聖主、教会が祀ってる神様よね。演説でも言ってたけど、本当にそんなものの力をどうにかできるの？わからん。俺たち精霊にとっても聖主は話でしか聞いたことのない伝説上の存在だ。しかも演説では5番目の聖主カノヌシと言っていた。聖主は治水家風を司る市中のはずだが。新しい聖主ってこと？ライフセットは何か聞いてないのか？ごめん、僕もわかんない。いいわ、アルトリウスの言葉にとらわれすぎると奴の術中にはまる危険がある。あいつは聖人なんかじゃない。目的のためには何だってする男よ。神様をどうこうできるはずがないわ。奴らを甘く見るなよ。甘くなんて見てない。だから闇ギルドの力を借りて追い詰めるのよ。あいつを確実に殺すためにね。探索船、
港では一騒動あったよね。けど目的を果たせたなら問題ないわ。行ってらっしゃい。成功の報告が聞けることを願っているわ。ガリス鼓動で学者が行方不明。おかしな話だな。消えた場所が分かるなら探しに行けばいいのに。だよな。しかも人探しがなんで非合法なんだ。可能性はいくつか考えられるけど、こっちは依頼を果たすだけよ。料理当分。楽な戦いばかりじゃ修行にならんな。とっとと済ますぞ。そこよ。勝負。勝負。気だらけだ。捕らえられない。そこよ。捕らえられない。はい。目の角。急だ。急だ。気だらけだ。この程度か。伝わったか。そこよ。大したことなかったわね。そこよ。フィジキン。急だ。スカーレットステップ。そこよ。スカーレットエッジ。そこよ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方ハグ。そこよ。こいつはどうだ。そこだ。スカーレットステップ。スカーレットステップ。次はどいつだ。そこよ。やれやれ。随分変わった。
行くわよ。そこよ、ビエンレイク。後ろ、なるべく血だらけだ。そこよ、どけ。逃がすかよ。血だらけだ。なんだ、行くわよ。ぜっ、そこや、超限客、そこだ、くにだ、くにだ、超限客、そこだ、クーレットエッジ、ぜっ、そこや、超限客、そこだ、クーレットエッジ、ぜっ、そこや。肩鳴らしにもならんな。行くわよ。ぜん、そこや、ビエンレイク、そこだ、くらえつくせ、そこや、スカーレットエッジ、ぜん、そこや、ビエンレイク、そこをどけ、こいつはどうだ、この程度か、やっぽく戻れ、ふっ、そこや、三の方、重圧だけ、気だらけだ、そこや、ついや、ぜん、二の方、ぜん、そこや、ビエンレイク、本気になるまでもなかったな。一気に片付ける。フッ、そこだ、攻撃する、頼むぞ、スイヤー、ハッ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 。お、なんかウホウホ言ってる強そうなのがいるぞ。ひょっとしてあれが攻守警戒ゴーマか。だとしても私は関わらないわよ。力を無駄に使う気はないわ。無駄というのはどうかな。清涼にはそういう手強いゴーマを倒せる対魔師が揃ってるだろう、ライフセット。うん、テレサ様たち一等対魔師の上位とその上の特等対魔師ならお前の敵だろう。一理ある。対魔師個人もだが、組織としての清涼の力は巨大だ。こっちも強いゴーマと戦って力を高める必要があるって言いたいのね。俺ならそうする。お前がどうするかは自由だ。分かった、一理あるのは認めるわ。ただし敵の力量はしっかり見極めろ。暴飲暴食は身を滅ぼす。言われるまでもないわ。無駄死になんて死んでも死ぬ。そう気を張るな。戦うならお前は俺が守るから安心しろ。そんなこと頼んでない。ああ、俺が勝手にやるだけだ。準備はいいわね。捕らえられない。そこだ、捕らえられない。そこだ、捕らえ尽くす。とどめ、スカーレットエッジ。次、こいつはどうだ。風神君、やっべ、そこだ、ビエンレイク。そこだ、捕らえ尽くす。そこだ、ビエンレイク。スイヤ、生きれるか。スカーレットエッジ。
邪魔するなら始末する。命がいらないようだな。そこよ、そこだ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 、そこ邪魔するなら始末する。行くわよ。
無敵かと思いきや、死神が相手だ。二の方を逃がすかよ、逃がすかよ。そこだ、超人死にさせん。ほら、逃がすかよ。そこよ、ディエン連結。そこだ、クラウン。そこよ、とどめ。そこよ、ディエン連結。ダイヤ襲撃一刀、この距離なら外せません。ゼロの方タッグ。そこよ、ディエン連結。クリア。そこよ、ディエン連結。クリア。やれやれ、勝ちだな。命がいらないようだな。そこよ、行くぜ。ほら、超人死にさせん。そこよ、ディエン連結。そこだ、食らいつくぜ。次、そこよ、これが死神の力だ。そこよ、ディエン連結。クリア。そこだ、くらいつくせ。そこよ、ここに蹂躙してた。ウィンドラだ。そこよ、ディエン連結。クリア。とどめ、ブレイクブースト。ディエン連結。クリア。邪魔よ、ケイドブライト。そこよ、ディエン連結。やれやれ。ディエン連結。これが死神の力。ディエン連
覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。そちらだ。好きにさせん。見切れるか。ほら、そこよ。消えない。手間をかけさせないで。消えない。ブリッドステップ。そこよ、空砲絶衝撃。そこよ、その程度で効果点。そこよ、空砲絶衝撃効果点。そこよ、効果点。ほら、そこよ、今はこいつはどうだ。そこをどけ、シェイドブライト。片付いたみたい。行こうよ。探索船。料理と。死ぬぞ。フジキ撃てろ。リーズでしろ。ゼイヤトーンエッジ。フジキ撃てろ。死にさせん。死にさせん。リエンデイキャク。ゼイヤ。話にならないわね。君が相手だ。そうだった。生きれるか、生きれるか。そこよ、次の方。そこよ、支援連結。そこよ、一番。変えられない。ブリッドステップ。そこよ、支援連結。
無手かと思いきや、すでに狂気だな。準備はいいわね。砲火中覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。この程度セイガー交差点切り立てウィンドランス。ちょろい逃がせよ。ちょろいセイガー交差点セイガー逃がせよ。セイガー邪魔よ。セイ切り立てちょろいセイガー片付いたみたいね。行くわよ。刀の錆にしてやるぜ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの肩吐く。そこよ。ディエンゲンギャその手ブレーツ増減客。砲火中三の肩砲火中この程度そこだ。食らい尽くす砲火中容赦を情け一切かけない。邪魔するなら始末する。刀の錆にしてやるぜ。そこよ勝負し砲火中9本絶勝負呪いセイヤセイヤセイヤここだ食らい尽くす呪い次セイヤ効果陣セイヤ逃しはしない。セットブリザード次セイドブライトセイドブライトそこよディエンリンキャスそこだ食らい尽くす。セイ邪魔よ捕らえられない。セイそこだディエンリンキャスセイヤセイそこだ食らい尽くす。ずいぶん変わった立ち筋。ここいらじゃ。命がいらないようだな。セイそこよディエンレイ客フジ君そこだ食らい尽くす。その程度でセイ逃がせよ。セイそこよディエンレイ客セイヤセイそこよディエンレイ客そこだ食らい尽くす。そこをどけセイそこよディエンレイ客セイヤセイ逃しはしない。ジェットブルガードそこをどけセイそこよディエンレイ客やれやれ。手間をかけさせないで。ディエンレイキャス。セイそこよディエンレイキャス。セイそこだ。食らい尽くせ。ディエンレイキャス。セイヤ。セイそこね。ブレイクブースト。その程度で。セイそこよディエンレイキャス。セイヤ。呪い。
やれやれね。手間をかけさせないで。覚悟もなしに立ちふさがる。呪い！
邪魔するなら始末する。命がいらないようだ。クリア効果点クリア。この程度か。ここよ。
無手かと思いきや、すでに狂気だな。油断は禁物だぞ。全攻撃力熱攻撃全そこだ微炎連結クリアそこだ食らい尽くせ次全そこだ微炎連結クリアセイドフライト全そこだ微炎連結そこだ食らい尽くせ気だらけだ俺が死ぬそこだ微炎連結クリア逃しはしないデッドブリザード次全そこだに進もうぜ。俺の感性が叫んでいる。探索船。やれやれ。何者だ？なんでこんな場所に見張りが？
気をつけろ。精霊を使うぞ。ただの傭兵じゃねえ。破砕しろ。ストーリングエッジ呪えぜ。全市総撃却熱光剣三つを前残った。くらい尽くせ。総撃却とどめ。ブレイクダウン。邪魔よ。こいつら何を見張ってたんだ。迷子の誰かさんとか。メンディーは捕まってるってことか。メンディーって人はいる？迎えに来たわ。助かった。やっと帰れる。監禁されてたのね、やっぱり。石成功を掘らされてたのか。ああ。これの生成法を発見したせいで、ひどい目にあった。石成功？大地の栄養が結晶した珍しい石。薬になるけど、毒があって扱うのが難しい。正解だ。つまり、あんたは薬を作っていたの？ああ。ネクターという滋養薬を作らされていたんだ。石成功には強い常習性があるはずだが。私もそう言ったのだが、監禁されて仕方なく。どうでもいいわ。目的は果たした。一人でローグレスに戻れるわね。本当にすまない。私に謝られても困る。ともあれ依頼は達成だ。酒場のばあさんに報告しようぜ。Thank you.